っていただきました。今回ちょっと矢上さんにね、司会をむちゃんにお願いしているのは、脱原発世界会議の実行委員会の強いリクエストがありまして、ぜひ矢上さんにここで司会をしていただきたいということで、全然打ち合わせなく無茶ぶりしていて、3日前にIWJ の大野さんと話しただけという、本当に申し訳ない感じなんですけれども、私企画しながらですね、実は他に行かなければならないことがあって開けてしまうんですが、そのためにはビデオそうビデオでは記録しているという、本当に申し訳ないんですけど、実りがある回になると思います。で、この企画人だけ話させていただくと、今回10ヶ月経ちまして、今日もこういうふうに大勢の人に集まっていただいているんですけれども、例えば8割の方々が脱米原発の、世論調査だと意向があるけれども、メディアを見てるとそういう雰囲気はすごくないですよね。で、これまでの10ヶ月の間、おかしいな、メインストリームメディアもその様々な報道してますけれども、やはり様々な疑問を感じられる方もいると思います。そこで、今日はですね、それぞれの個別のメディアの問題というよりは、仕組みとしてどうその海外と日本が違うのかということと、それから脱原発といえばドイツという国があるんですけれども、そのドイツの国で、一体日本とどんな違うメディア制度があるのかというのはこれまでほとんど紹介されておりません。で、今日来ていただいた釜島隆さんはドイツのメディア研究で、さまざまな研究をされていらして、これまで全然紹介されていないのがもったいないんですけど、普段、滋賀県にいるので、今日はわざわざ東京にお越しいただいたので、そういった立場でですね、実はこのメディアの政策がこんなに違ったと、しかも実は戦後間もなくはですね、1945年に戦争終わった時にはドイツと日本は同じように戦争をした国としてメディアの改革がすごく求められた国であったんですね。同じように改革したんです。それが実は60年経って大きく違ってしまっているのは何かということもお分かりいただけると思うので、ぜひですね、それについてディスカッションしていただいて、本当矢上さんのツッコミ入りまくりので、あるいはフロアをこうわーっとしてしまうような感じで、ぜひ今日ここから何か新しいメディアのですね、改革の引き金が生まれればいいなと思っておりますので、すいません、よろしくお願いします。はい、はい、ただいまご紹介に預かりました IWJ の、ジャーナリスト三上泉です。白石さんはですね、肝心な時にいなくなるというのはこれまでの必ずパターンでしてですね、611で完全中継プロジェクト IWJ とアプロで一緒にやろうって言ったんですけど、その当日子供の運動会だって忘れてたって来なかったというですね、遅れてきたという、そういうかなり度胸のいい方です。で、私もこの話をもらったのも、なんかそういう話あったなと今日のさっきまで忘れておりまして、で、この裏の内部被爆研究会というのがですね、すごいメンツなんですよ。で、私その内部被爆研究会の昨日準備会にも加わっていて、これは面白い、そっちへ行かなきゃと思ってたら、先ほど1時間くらい前に岩上さん出る企画あるみたいなことを言いながらここ今来ていると。で、ひずみさんにも電話もらったんですけど、電話にも出れず、ひずみさん出る、ひずみさん年末は僕の方に出てくれなかったのに、こっちには出るとちょっと悲願でいたりしましてですね、多分ご体調が良くなったんだろうと思います。そういうようなこともありまして、本当にぶつけ本番です。今話聞いている中で大体でも分かりました。とにかく日本ドイツの比較ということなんでしょうけれども、どうなるかもひずみさんと川島さんにかかっているということで、私はちょっと無責任な立場でですね、どんどんツッコミやですね、質問させてもらいながらお話を伺いたいと思います。ということで、まずは最初、そのドイツでの報道、この311以降 その福島第一原発ですね、それがどのように報じられたのかということについて、ひずみさんから基調報告ということになります。あとで質問タイム設けますからね、皆さん質問ぜひ準備しておいてください。はい、ご紹介を預かりました泉です。よろしくお願いします。早速ですが、時間もね、ないもんですから、パープお使いになります。はい、じゃあちょっと部屋を暗くして大丈夫ですかね。はい、見えますか。はい、日本のメディアが、なぜ真実を伝えないのかと、脱原発に進んでいるというメディア制度はここまで違うということで、私の方ではまずですね、実際にどのような報道がこの原発に進展されたかというところをご
つ、じゃあ実際にメディア制度をチェックする際のポイントとしてどういうところがポイントになるかという話をまずさせていただきます。その後で川島さんの方から具体的なドイツのメディア制度の話をしていただいて、私の方で、私の方で、ごめんなさい、私の方でもう少し補充するところがあれば補充するという 1,2,3 という順番でですね、お話をしていきたいと思いますので、このパワーポイント自体はですね、追ってですね、インターネット上に掲載しようと思いますので、ここに書いてあることをメモされなくてもいいようにしたいと思います。早速で入りますね。まずドイツの報道の実態として、ZDF という国営放送があるんですけれども、ここではどんな報道がされたかということですが、作業員を装ってですね、原発のサイドの中に入ってですね、それで、報道した方がいて、取材した方がいて、この方は日本のメディアにこういうのがあるんだけどと言ったんだけど、どうも断られて、ドイツのところしか、報道されなかった。でここで、こんな感じでですね、もう寝そべってるわけですね。もう床に寝そべってるこういう実態がですね、明らかになったわけですね。テフコの方は、東京電力の方は、福島の皆様が大変な状況にある中で、我々だけがぬくぬくとしたよりいい労働環境の中でさせるわけにはいかないから我慢しさせるんだみたいな、とんでもないことを言ってましたけれども、やはり現場をですね、きちんと預かるですね、方々がこんな実態でですね、我々は安心できない、こういうことを告発してくれた。さらに、これはですね、これもまあその労働現場の実態等をですね、暴いた報道なんですけれども、作業員は各種報道機関からの取材は一切受けないんだと、こんな誓約書をですね、書かされていたんだというような実態なども ZDF では報道しっかりしております。シュピーゲルという週刊誌があるんですね。このシュピーゲルという週刊誌は、これは当初からですね、どのような形で、その原子、その廃棄、放射性の物質がですね、世の中にこう漏れていくのかと、広がっていくのかということをですね、これはまあドイツだけじゃなくて、実は日本の気象庁が海外に情報提供してましたので、当日からですね、3月11日の当日から情報提供してたので、それをシュピーゲルとか、あるいは他の海外のメディアは報道をしてたということですね。で、シュピーゲルでもう一つ、これは5月の28日にですね、原子力国家ということで、いわゆる原子力村ですね、これについて、かなり突っ込んだ報道が満載されています。この内容についてもまた後ほどですね、このタイトルで検索をしていただければ出てきますので、かなり厳しい話をですねしています。で、ちょっと もう一回帰って ZDF の方のその3なんですけども、これはですね、4月の1日、早くも4月の1日ですよ。3月の11日から20日後にこういう報道をしてるんで、まあ、知ってご存知の方はご存知だと思いますが、要はからかってるんですね。保安員の方がですね、海水にこう漏れてるというね、放射性物質が海に漏れてるという話が出たときに、まあ、人間は海の水を飲みませんから、直接被害はその、ね、海の水の濃度云々ということじゃなくて、海の話をした部分をこう取ってですね、人間は海水を飲みませんという話をしたのをピックアップしてですね、で、司会者がですね、その通り人間は海水は飲みませんいや、プロトニウムは耐えませんよねあ、これで問題解決なんて信じられないこれで OK だって日本では言ってるんですね。こんな行動がですね、まあ、4月の1日の段階で配布されてつまり海外ではそういうその報道の発表のあり方について非常に厳しいね、見方をしているということが分かります。で、これはドイツに住んでいる日本人環境ジャーナリストの村上さんという方が
彼自身のホームページで言っていることですね。ドイツの原発報道の感想、ドイツではこういった場合には専門家を交えて各党の意見、ですね、選ばれた各党の代表者の意見も報道するのが当たり前ですよと、ところが日本じゃされてないんですねと。それからドイツでは原子力に関する専門知識を持た、日本ではね、原子力に関する専門知識を持たない記者が配置されていると。なんでちょっと専門的な、ね、人をもう少し回さないんですかと。3つ目は、そういう情報をもとにですね、実際に報道する場合には別の立場の専門家による解説が行われることになると。つまり一方的な報道ではないと。つまり反対側の立場に立つ人もちゃんと呼んでですね、安全だ安全だって言ってるばかりの人じゃなくて、危険だっていう人もちゃんと呼んで、意見を議論を交わすっていうのが当たり前ですよと。で、一番重要なことは最悪の事態について全く報道しなかったじゃないかと。最悪こうなりますよということをやっぱり報道するのはメディアの責任じゃないですかというようなことを、ドイツ在住の方が日本の報道と見比べて感想、私も同じような感想を当然持つわけですが、というドイツのメディアの報道がなぜこのように日本でなされないような報道がなされたのかということについては、これは制度、仕組みというのが非常に変わってくると思うんですね。マスメディアを取り巻く、でこれどういうところがチェックポイントになるんだろうか、ちょっと皆さんね、頭の中でこうシミュレーションしていただきたいんですけど、どういうところが、マスメディアにとって自由に報道できるための条件かどうかというのがね、こういうところがポイントかな。私はこう、私が今回からだけじゃなくて世界的にねこう考えられてるんですね。外部からの圧力を防ぐ仕組みがあるかどうかということですね。一つは、まあ、立法府、国会、それから行政府、政府、内閣、官僚、それからスポンサー、こういう外部からの圧力を防ぐための仕組みっていうのがありますか、それはどの程度整備されていますかということ。二つ目は内部からの圧力を防ぐ仕組み、どういうことかというと経営陣です。経営層からそんなこと書くなよと、広告主から怒られちゃうでしょとかね、そんなこと書いたらネタがもらえなくなっちゃうでしょと、官僚から書くなよと、まあ、こういうですね、内部からの圧力があって番組が報道内容が変わりうるので、そういう内部からの圧力を防ぐための仕組みがありますかどうですかということ。それから3つ目はマスメディア以外にきちんとそれに代わる情報、マスメディアが伝える以外の情報を伝えるメディアがちゃんとありますか、こういう話ですね。いわゆる商業メディア、大きなメディア以外に、今回ね、割とインターネットで情報発信している人が増えましたけれども、まだまだ日本では足りないと思うんですけれどもね、こういう問題。それから4つ目はその他の工夫ですね。その他にも、まあ、自由に報道できるかどうかっていうのは基本的には本当に我々にとって役に立つ情報が出てくるかどうかということですので、例えばあまりにも娯楽にね、まあ一辺倒な番組、日本のテレビ、私実は西洋するようになってテレビ1個になっちゃったんですね。それまでテレビ見たことなかったんですけど、結構今テレビ見てるんですが、ニュース以外見るのないですよね。本当にもうどれ見てもひな壇っていうんですか、なんかタレントが並んでなんかビデオを見たりしてそのことについて語り合ってる、そんなのいいのか、あるいはグルメ番組、なんかもう見るに耐えないような感じですが、20年前にはなかったらね、番組が本当に奇跡してますけど、まあそういう番組をいかに減らすかということも、まあ、ある意味自由に報道できるかどうかのチェックポイントなのかなと、まあ、その他の空気というのもあると思いますので、そういう点がですね、がポイントになるんじゃないか。まあこれは海外や国連なんかがメディアリテラシーはどうしたらいいですかということの教科書なんかにこう出てくるようなポイントを今説明してるんですけれども、ですから私が勝手に考えて言ってるわけじゃないので、まあ、こういうところを頭に入れながら、次にじゃあ実際にドイツではどのような制度がなされ、取られているかということについて鹿島さんの方からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。で、鹿島さんのお話についてもし私の補助できるかではお話しさせていただきます。はい、鹿島です。よろしくお願いします。
ちょっとレジュメもパワーポイントもないので申し訳ないんですが、大体私のお話は2つポイントを絞ってお話ししたいと思います。1つはドイツのメディアの体制全体の話ですね。もう1つはオルタナティブなメディア、マスメディアとは違うようなタイプのメディアというのの状況と歴史がどういう感じになっているのか、そういう話をさせていただきます。まず最初にドイツのメディアの体制全体の話ですが、ちょっとその前に その前提としまして、ヨーロッパのメディア制度、ドイツだけではなくてヨーロッパ全体に共通するようなメディアの体制の特徴に関して一つ一点だけお話をしておきます。ヨーロッパではこれが特にアメリカ合衆国とは非常に対照的な点だと言われることなんですが、最初民間放送というものがありません。民放ですね。商業的な活動をする放送というものがありませんで、基本的に公共放送あるいは国営放送に一本化されている、それで独占的に放送が行われているという、そういう体制が長らく続いていたということがあります。ドイツでも民放が導入されたのは1984年ということになります。かなり遅いんですね。そういう事情があるわけなので、かなり日本の場合と日本では戦後すぐに民放が導入されますので、かなり状況が違うわけですね。そこで、ドイツのメディア体制の特徴、いろんな特徴があるんですが、一番重要な点を一つ挙げるとすれば、それは集中排除、メディアの集中の排除の政党であるということができると思います。それはドイツではナチズムの過去というのがあります。ナチス政権によるメディア支配という状況があって、それに対する反省が非常に強いということがありまして、徹底的にそのメディアの集中の排除ということを行う、特定の勢力、それは国家に限りません、国家あるいは大企業というものが、メディアを牛耳るということがないような仕組みを、徹底して作っていくという、そういうことがあったわけですね。具体的には先ほど小泉さんの話にあったような内部あるいは外部からの圧力を防ぐ仕組みというものを構築していくということになります。先ほど言いましたように、ドイツでは例えば公共放送というものがどのような在り方をしているかといいますと、まずドイツでは放送の地方分権というものがあります。日本の NHK のように一つの公共放送があるというわけではなくて、地方ごとに別々の公共放送があるという、そういう形になっています。先ほどお話で出てきた、ZDF という放送局は、その様々な、全国にいくつかある公共放送局が連合して作っているテレビ局の名前ですね。そのようにまず一つ地方分権というのがありまして、もう一つは、これが公共放送の内部に放送委員会というそういう独立した組織というのが置かれていて、その組織が報道の中立性などを常にチェックしているという、そういう形になるんですね。それが公共放送に関する制度の在り方ですが、それに対して新しく導入された民放についてはどうかといいますと、これもかなり厳密にこの集中排除のための制度が作られているということになります。一つは国家からの独立というものを徹底して確保するということ、もう一つは国家だけではなくて特定の大企業がの意思というものがそこに反映されないような仕組みがあるということなんですね。このために例えば日本だと総務省という政府の機関が民間放送に免許を発行する役割というのを担っています。これはドイツでは決して考えられないことで、ドイツでは全体がいくつかの州に分かれているんですが、州ごとにそのメディア庁という役所がありますが、これは独立行政機関です。で、政府からは完全に独立した形でそれが作られていて、財源も税金ではなくて、放送の受信料ですね、日本でも NHK に納める受信料制度というのがあるんですが、受信料の中から 2% 約 2% ですがをそのメディア庁の財源としてそれを確保して、それがメディアの監督に当たるというそういう形をとっています。でそのメディア庁を運営する、メディア庁で意思決定を行う機関というのがメディア委員会というんですが、それも可能な限りさまざまな社会層からかつ男女のバランスなども非常に配慮して委員を募って意思決定を行うというそういう仕組みになっています。そのような
体制をメディア業界全体で取っているということですね。はい、まあ、以上簡単にドイツのメディア体制全体のお話をしたんですが、それに対してもあと1点付け加えたいのが、オルタナティブなメディア、つまりマスメディア以外のメディアに関するお話です。これは非常に、ヨーロッパ全体にかなり共通していることですが、市民メディアというそういう概念がありまして、このマスメディア以外のメディア、それはつまり、巨大な公共放送でもなければかつ商業主義的なメディアでもない、そういうタイプのメディアというものが非常に活動が活発であって、かつその活動を世界全体で支えなければいけないという概念が存在しているということです。これはちょうど先ほど言ったようにヨーロッパでかなり遅い時期に商業放送が導入されていく、しかしその時にその商業主義的なメディアというものに対する警戒感が非常にどの国でも強かったという、そういう事情に由来しています。つまり商業主義的ではない非営利的なメディアというものを、それを確保しなければいけないという考え方を持っている人が非常に多いという、そういうことですね。そういうことからしてその市民のメディアの活動を支えるために、まあ、財源的な意味からも公的な財源からそこをバックアップしていく、そのような制度が、まあ、イギリス、フランス、オランダ、あるいは北欧といった国々にさまざまな形で別々の制度が存在しています。でドイツに関して言えば、それは先ほどちらっと触れた放送の受信料ですね。国民、放送を受信できる機会を持っている国民が全て納めなければいけない受信料の中から、お金を出してこの市民メディアの活動を支えていくという、そのような体制が築かれています。でこの歴史は大体1970年代に遡るということが言えます。当時何があったかというと、この辺りが原発というものに密接に関わってくることからなんですが、当時環境破壊というものがかなり深刻に進行していたということがありまして、それに対して環境保護の運動がとても全国的にドイツで盛り上がっていきます。で特にその当時原子力発電所が次々と建設されていくという状況があって、それに対する反対運動というのが盛り上がっていくんですね。その中から、緑のラジオ、あるいは自由ラジオといった呼び方で当時言われているんですが、そのようなラジオ局、これは当時まだ民放が認可されていない段階の話ですので、海賊放送、つまり無免許で放送するラジオということになるんですが、そのような ラジオ局というのができて、それが、反原発の運動などを主導するマスメディアが伝えないような情報というものを流すメディアのある種の中核のようなものとしてできていくんですね。で実は今ドイツで緑の党というものがあるというのは多くの方がご存知かと思います。特に福島の原発事故の後で、まあ、ドイツ では緑の党が大躍進を遂げて、まあ、多くの地方政権で政権の座についたという、そういうことが大きく報じられていましたので、皆さんもご存知かと思うんですが、その緑の党というものができたきっかけにあるのも、まあ、少しオーバーな言い方をしますと、この緑のラジオ、自由ラジオの運動に起源があるという、そういう言い方をすることができるかと思います。大体そこで集まってそのメディアを持ってみんなでそれを共有して民主主義的なメディアを作って、そこの周囲で運動を展開していくというモデルですね。そこからその緑の党というものが形に作られていったという、まあ、そういう性格があるわけです。でそのように最初は非合法のメディア活動として始まった自由ラジオ運動というものがあるわけですが、これをその後制度化されていく、先ほど言ったような制度につながっていくんですね。まあ、このような社会運動が制度化、ある種の制度化を経て社会の中に仕組みとして、まあ、気軽に参加することができるような制度として残っていくというのが、まあ、ドイツだけではなくヨーロッパ全体で見られる現象であると思います。でドイツではそれが市民放送局、あるいはオープンチャンネルといった言い方をするんですが、先ほど言ったように受信料、放送の受信料を財源にしながら、この市民が誰でもそこにアクセスすることができる、まあ、主張を持っている市民団体が自分の言いたいことというのを、その番組を作って発信することができるというような体制
そういうものが作られているというのと思うんですね。それがドイツ各地に、非常にさまざまな地域でさまざまな制度というものがありまして、そこでさまざまな放送局というものが作られている、そういうことがありまして、現在ドイツ全体で大体80から100個ぐらいのそういったメディアが活動しています。もし後で時間がありましたら、多少それが他の国の制度とどういうふうに違うのかということも研究したいと思うんですが、大体の私の方から申し上げるのはひとまず以上ということで、そうしましたら、もう一度日月さんにはマイクを戻して、補足の説明ということなんでしょうか。よろしいでしょうか。これは担保に戻るということですね。はい、じゃあ小林さんお願いします。いくつかですね、補足させていただく、先ほど独立行政会の話をさせていただきましたね。私の方からちょっと系列化のお話をちょっとしておかなと思うんですけども、いわゆるテレビと新聞がですね、一つの資本において、握られているということですね。それは他の国ではやはり考えられないことですね。結局テレビに対しては先ほど言ったように免許を使ってですね、支配に行くことができる。その支配を通して新聞まで支配できるような体制になっちゃうわけですね。でかつ新聞もテレビも民間企業ですから、当然それぞれ利益を、得ようとして政府に近づいて、少しでも例えば電波の使用料金が低いとか、新聞財布を再販特集して売り出るとか、そういうのを維持したいとかっていうのもあるわけですね。それを実現するためにどうしても政府の距離を近づけられるけども、これが一体になっていればですね、もう結局どんどん一体になってしまうと、政府がね。だけどもそこをお互いに批判させることによって、政府の距離が離れていくと。これ例えばウォーターゲート事件でですね、ワシントンポストがとんでもないことを書き続けて問題だとニクソンが言ってるわけですね。で彼らテレビ局持ってるかなと。で、物価送金がですね、確かに持ってますね。ニクソンもそろそろ免許の更新時期だったな。送金が、いや、彼らはラジオ局持ってますよと言ってですね、で実際ニクソンは自分の息のかかっている企業にですね、テレビ局の申請をさせたんですね。他の申請には一切対抗が出なかったのに、ここだけ対抗が出てきた。こういう形で圧力を加えることができるっていうのは、あともう一つは広告代理店がですね、今の場合、一業種一社制ということで、トヨタ、日産、ホンダ、こういうものをまとめて、電通がやることができますけれども、他の国ではありませんね。それはやはり当然競争原理が働くからですね。ホンダとトヨタがですね、今年どういう戦略を広告戦略を練るかっていうのを同じ会社に言うなんて、他の国ではそれは考えられないですよね。だけど日本ではそれが当たり前になってで、結局メディアあるいは代理店がすごい最後に握っているということになっちゃう。でこれは公正取引委員会が2回にわたってレポートを出してるんです。やりすぎだとか、あまりにもでかすぎるんだとか、これはあくまでもその公正な取引に関する視点ですけれどもね、例えば広告料金が電通だけ安いんですね。他のところでも電通を通して頼んだ方が安かったですので、これは問題だということを指摘しています。こういうことは他の国ではないということです。で最後に4番目の話を時間がなくなっちゃうといけないのでさせてもらっておきますけれども、仕組みの重要性ね。でこれ仕組みの話は私よくするんですが、そうすると仕組みだけの問題じゃないでしょうと言われるんです。要は内部のね、倫理の問題だとか記者のやり方の問題だとかいろいろあるでしょうと言われるんですが、それは私は否定しません。いかに仕組みが良くなってもやる気がなければそれはダメなんですが、少なくともやる気があっても仕組みがなければできない。皆さん家族もいるしね、そんなの捨ててまでね、やっぱりなかなか要はそんなのそういうことにリスクを取ってまで、報道に準じようという方はそんなにたくさんいないんですよ。我々と同じ仲間なんですから、人間なんですから。そうするといかにして彼らが内部で、その地位を確保できながら自由な報道ができるかという仕組みの問題ってやっぱ考えたらないんですよ。で仕組みの問題を考えることがよりいい高い倫理をですね、求めていくことにつながる。これはドイツのですね、広告料に対する広告料の受信料について国会、衆議会が国会じゃないですね、ごめんなさい、衆議会が関与できる仕組みが残っているということについて違憲だと、そういうことに関与してはいけないんだと違憲の判決をドイツでは出していって裁判所が、なぜならば事後的な審査によってはですね、
目的から離れた影響というのは確認することはできない。いかに政府が圧力をかけてても、国会が、衆議会が圧力をかけてても、それを後で確認することはできないでしょうと。だからこそ事前にそういうことができない仕組みにしなければいけないんですよと。あらかじめ危険の源泉から違法な権限行使の可能性をできる限り排除する法的構造が準備されなければならないんだと。こういう非常に素晴らしい判決をですね、ドイツでは出している。こういうことです。ですからいかに仕組みが大切か、仕組みを我々いかにないがしろにこの汚染をしてきたかということをですね、改めて反省していかなければいけないと思っています。これはここまでちょっと話をさせていただくとはお願いします。はい、ありがとうございました。お二人に拍手をお願いします。早速ですが、少しこうディスカッションをさせていただいて、その後、せっかくこんだけね、すし詰めですよ、立ち見の方もいらっしゃる、この場内の皆様からの質問を取って、お話を展開していきたいなというふうに思います。まず川島さんにね、お伺いしたいんですけれども、オルタナティブなメディアが必要だということですね。で、オルタナティブなメディアということになると、ここの今企画をしているこのシンポジウムを企画したのはアープラネット TV なんですね。で、アープラネット TV、 それから私もやっております IWJ というのもいわばオルタナティブメディア、そしてそこにいらっしゃる秀美さん自身がですね、 LPJ というですね、インターネットでのメディアをですね、お持ちになってらっしゃる。こうしたメディア、まあ、メディアの当事者だから、我々がどの程度のことをどう報じていて、それがどのくらいの影響力があり、そしてどう評価するかというのは自分の口ではしづらいのでね、第三者の立場から非常に弱々しい力 でその独立メディアを支えるバックグラウンドのない日本で生まれてきている今の独立メディアを、他のそうしたバックグラウンドを持つヨーロッパと比較してみてですね、どのように評価するか、こういう点についてぜひお願いします。実は本質的なレベルではそこに違いがあるときには実は私は考えていません。市民が自分が発信したい情報というものがあって、それを発信するという活動というのは基本的にそれはどこの国でもやはり同じだと思うんですね。そこでインターネットっていうのが非常に強い武器になっているという、そういう現状というのもやっぱり基本的には同じであろうというふうに思うんです。向こうで出ているそのオルタナティブメディア、一番最初はラジオということでしたね。で、ラジオが海賊放送されて、それからテレビというものも一部手に入れていくんですよね。で、もちろんペーパーもあるでしょう。そういう中で今インターネットが主流になっているという話です。これ先ほどの報告なかったことなんで、ちょっと現在のメディア その主力となる武器、ネットに映ってるんですか、その点ちょっと教えてください。そこは実は非常に何しろ屈折した状況がありまして、もともとドイツで実は3種類、大きく分けて3種類のオルタナティブメディアがあったというふうに言えると思います。先ほどは実は言及しなかったんですが、特に脱原発というテーマで言えば、実はラジオやテレビよりもむしろ影響が強かっただろうというふうに言われているのは新聞なんですね。ちょうど緑の党のが持っているようなその脱原発の価値観というものを、まあ、ドイツ人というのは非常に真面目な人なのでよく字を読むので、周辺のヨーロッパ諸国に比べてその新聞の力というのは非常にまだ強かったというのがありまして、オルタナティブな新聞、そしてオルタナティブなラジオ、そして後からはケーブルテレビを利用したテレビ放送という、そういうふうな武器というものが出てくる。しかしそれがインターネットというのができると、実はそれまであった制度が実は揺らぐということが起こります。インターネットがあるんだから、もうこのラジオとかテレビとかにお金を出さなくても、受信料からお金を出さなくてもいいよねということになってしまうんですね。実はインターネットの普及というのはそういう意味で伝統的な市民メディアの危機というのを、実はこれはドイツだけではありません。アメリカでもヨーロッパの他の国でも実は全てそうなんですが、一方でそういう危機的な状況というのが生まれるんですね。でそこで接続というのが重要になってくるということになっています。でそこで、まあ、先ほどの話にちょっと戻しますと、まあ、重要なのは世代を超えてその活動を持続させていくというテーマということになるかと思うんです。まあ、そうすると、まあ、インターネットでの活動というものも実は
この問題から逃れることができないということがあって、人的な資源あるいはそれ以外の、まあ、インフラなどを残していって、そして次の世代に受け渡していく、そこでメディアリテラシーというものをこの次の世代に伝えていくということのためにある程度箱がなければいけないという、人が集まって喋ることができるような場所というものがなければいけない、それがインターネット単独ではなかなか、そこができては消えという形になってしまいがちですので、そこで持続ということを考える上で、その、まあ、従来やったようなその市民メディアの制度というのが非常にやはり今後も大切であり続けるのではないかという、そういうふうに考えています。経営の持続の可能性ということになると、それはやっぱり経営ということになるわけですけれども、その経営基盤となるのは出版市民の寄付、それから例えば会員会費といったものがやはり別なのか、それとも企業のスポンサードというものもやはりあるのか、それとも例えばこれは各種自治体とかですね、そういう公費ですね、公費が地域のメディアは必要だから等々の理由で一定の補助が行われるのか、こういうその財政基盤についてはどうなんでしょう、どういう状況になってるんでしょう。一番先の一番大きな結論だけ申し上げると、なるべく混合財源というものが、なるべく多様な財源があるというのが多分一番いいんだろうというような気がするんですね。まあ、実はドイツでは、ドイツの市民メディアの体制の他の国と比べて一番大きな特徴というのが、企業からお金をもらってはいけないという非常に厳密なその非営利性というもののルールがあるということで、あとイギリスやフランスなどでもうちょっとそれが緩い、企業からもそういう活動の趣旨に賛同する企業から その広告費というのを取ってもいい、スポンサー料を取ってもいいという制度があるんですが、ドイツではそれが全面的に禁止されているということがあります。実はそれがちょっと弊害、ある種の弊害も生んでいて、ドイツでは州によっては非常に一時的にとても強いその市民メディアに対する公的な助成金のバックアップというのがあった州があります。特にドイツでは社会民主党とキリスト教民主同盟という2つの二大政党があって、社会民主党の方は市民メディアに対して非常に好意的なので、ある州でその社会民主党の州政権というものがあって、それが非常に強く市民メディアに、まあ、たくさん助成金を渡していたというのがあります。でそれが選挙で社会民主党が負けて、キリスト教民主党名の州になった途端にその助成が全面的にカットされた。それで一気に市民メディアが活動できなくなるという、そういうようなこともあったので、なので公的な助成金だけに頼るというのは非常に危険であるので、なるべくその多様な財源からその市民メディアの財源というものを確保していくような体制作りというのがとても大切なんだろうというふうに考えています。はい、この試みに関してですね、ちょっと泉さんにお話を伺いたいんですけれども、自分自身も市民メディアというものを本当に日本で根付かせられるのかという一種実験をね、今やってるところなんですね。独立のメディアであり、インターネットのメディアであり、そしてインターネットのメディアということは情報はほぼまず無料で流してしまうわけですね。そういう中でどうやって成立させることができるのか、いろんな組織論をどういうふうにしたらいいのかも考えました。で結果的にですね、とりあえずスタート点では IWJ というのは株式会社にしております。これはどういうことかというと、調べてみたらですね、非営利の法人、例えばその社団法人であるとか NPO とか、実はそのこういう活動にだったら、まあ、認証しますよというような要件があって、そういう中にですね、日本の場合、これ外国も分かんないんですけど、日本の場合報道が入ってないんですね。で報道をダイレクトにすると、そういう例えば NPO というものは取りづらいということはどうやらあるらしい。これこういう NPO の作り方というようなことであれば、ご自身実際の経験もあって NPO の理事にもなる、アークロの理事もやってらっしゃるんですよね。泉さんに、この日本の法制度というのはどうなのということと、それから外国とそれ違うんですかというところをちょっとお聞きしたいんですけど、こういう法制度の仕組みがないとね、非営利法人でのメディアを育てるということのベースがないんですよ。それはどうなんだろうということです。法人格を、まあ、取得する際にですね、法律の在り方について、私はそのきちんと調べたことがないので、そこはちょっと利用させていただきたいんですけれども、まあ、少なくとも寄付金の制度ですよね。寄付金の制度は、
あ今回その日本はやっと海外並みのレベルに追いついてきましたけれども、少なくともそれまでは寄付をしても十分なその、まあ、その節税につながらなかったというのがあるので、寄付をした上に税金まで持っていかれたんじゃ、それに寄付した分まで、ね、税金を持っていかれたんじゃというような形になって、なかなか厳しい状況があったと思います。ただ、まあ、今回少し変わってきたので、その辺に期待して、まあ、いわゆる寄付文化ですよね。その自分が税金を払うんじゃなくて、税金を払う代わりにその自分がもっと信頼できる NPO に払っていると、これも当たり前だと思う。つまり、我々は主権者として、投票するだけじゃなくて、それ以外にも見解を発表できる場所っていうのが必要で、それは一つはそういう政府に代わる情報発信してくれるところを育てていくことに自分たちのお金が使われていくんだという仕組み、これもどんどん作っていかなきゃいけない。でそれは海外なんかでは非常に検討されて、ブラッシュアップされてるんですね。まるで税金を納めるかのようにあの税金を納めると同じように税金が引かれてしまうというような寄付をすることによって、そういうところもありますからね。まあそういうことはやっぱり十分に皆さんに検討していくということが必要で、つまりそういう制度がなければやっぱりどうしても赤字で、潰れてしまう。最初は一生懸命頑張ってて、我々の NPGA も、もう完全な赤字だし、白石さんがやってるところも厳しいのが実態だし、おそらく岩上さんがやられてるところだって、そんな簡単な話じゃない。ただ、まあ、今回情報の価値ということについて多分気づいてくださった方が多いと思うので、その情報を我々が発信するためには、やはり一定の負担がどうしても、ね、時間とエネルギーがありますので、それを支えていただくためにですね、まあ、ぜひ定期的な寄付をですねお願いしたいと思います。はい、IWJ では定額会員制というのを始めたんですね。で、定額の会員制というのを始めても、じゃあそれまで寄付してくださった人にとって、何か全く違うものが始まったのかというと、そうではなくて、まあ、定額のカンパ制が始まったなというふうなお気持ちで捉えている方がどうも多いようなんです。ですから基本的なところに、まあ、ドネーションしたいというお気持ちがあって、そして、まあ、この大会に見合った、ね、情報をくれるかどうかわからないけど、まあ、よく見の報道姿勢には信用期待をしようと、あるいは IWJ の頑張りには期待をしようというふうに思ってくださる方が、個々の情報に関してはいろいろとご不満もいろいろご批判もあるだろうけれども、とにかく元気にやってくれということで応援してくださっている、そういうことなのかなと思います。でもそれが果たして継続的に続くかどうかというのは、本当にやってみないでわからない。本当にここにいる皆さんの腹と財布限り一つですよということで、ぜひお願いしたいと思うんですが、ちょっと肘さんの、ね、報告されたレポートの中で一に話を広げたいところがあります。クロスオーナーシップの問題、日本のメディアというのはですね、新聞とテレビが系列化されています。そしてさらに、これが、ね、もう全て横並びで報じる、その背景にはスポンサーの圧力がすごいですね。で誰もね、やっぱり電通というもの、電波というものにね、正面からメス入れないんですよ、入れられないんですよ。調べようと思ったら、そのあといろんな不利益をそのジャーナリストのメディアというのを被らねばならないというのがあります。またかつ、メディアというのはそうは言っても表に出ていますから、批判の対象は目に見えやすいんですけど、裏方でもあってですね、お金の差配といいますか、分配をしているような、ところ、これ本当に重要な役割を果たしているにもかかわらず、その正体は非常につかみづらいということがありますね。で、かつこの問題、ここの全体のこのイベントは脱原発世界会議です。メディアのだけやってるわけじゃない、原発の問題です。つまり原発とメディアの関係、原発のメディアの関係というのを抜きに、原発とメディアを語るときにですね、日本では読み上げを抜きに語ることはできないですね。なぜならばですね、まず日本で最初にそのキー局が開局したのをご存知のように日本テレビであるということ、そして、それが読売新聞と一緒になってですね、こうメディア、こういうクロスメディアの原型を作ったんですね。日本でこの民間資本でやるというものの原型を作ったと同時に、
その社主である勝利松太郎氏という人は永久戦犯でありながらなぜか生きながらえて、でそれをどころか中央政界に華々しく戻ってきてですね、原発の導入に大変重要な役割を果たした。初代の科学技術庁長官になり原子力委員会の委員長になるわけです。要するに日本の原発の父です。原発導入の父です。それを読売新聞という一言論機関、いや宣伝機関かな、宣伝機関が全力を挙げてですね、バックアップし今日もやってるわけですね。でそういうところがやっている報道、社説というものが、まあ、ここにいる皆さんだったらもうお分かりの通り、あ、撮ってないか、皆さん撮ってらっしゃるんですね。読売を見てない人が多いようでちょっと申し訳ないんですけれども、あの時々ね、とんでもない社説を書かれたりとかしてるんですよ。でそういうものを見るにつけ、原発の導入維持ということ、そして現在の再稼働、輸出、新設ということもやろうぜっていうこの空気づくり、それは経団連というまたもう一つのとんでも組織と一緒になってですね、足並み揃えてやろうとしている。その向こう側にアメリカ様の、ご意向があるわけですよ。こういう、まあ、早い話は日本のですね、政治と行政とメディアの巨大システムの統治構造みたいなものがあって、原発はですね、導入させられ、事故が起こってもこのありさまという構造になっているんだと思います。ちょっと大きな振りをしましたけれども、ひずみさん、まあ、もう読売ねってはっきり言っちゃいましょう。この読売ベースにですね、あのなんでこういう構造になっちゃってるのか、ちょっとひずみさんのご考えをですね、あのいただきたいと思います。そこから来ると思ってなかったんで、なんですけども時間ないよね。はいはい、あの簡単にですね、あのまあ正直あのね、あの我々はその被爆国なわけですよね。で、当然その核兵器に対するアレルギーがあったわけですが、結局最も重要な狙いは核兵器に対するアレルギーを我々からあの取ってですね、核兵器を、まあ、十分に展開できるような形にしたかったんだろうなというのがあって、まあ、当時まだ冷戦でしたからね、その中で、生まれてきたそのある意味原子力村っていうのはなんて言うんでしょうね、副産物みたいなもんですよ、あれね。アメリカからしてみれば副産、その原発村を作ろうと思ってやったんじゃなくて、原子力核兵器に対するアレルギーをなくそうと思ってやったら、日本ではなんと利権化団体ができちゃったということで両方維持できる。これはある意味基地の問題と同じですよ。基地だって日本に基地を持っていきたい、でも日本の基地をめぐる産業は日本の企業にとってすごい利益になってるんですね。問題なのは原発とかもそれから、防衛企業も値段に天井がないんですね、普通の人たちが1000円で買うようなものを1万円で仕入れたりしてるんです。10万円で仕入れたりしてるんです。それ平気でやってるんです。そんなのだって皆さんの電気料から払えるだし、あと防衛費だって税金でね、いくらだってこれは防衛機密だからそんな説明できませんと。皆さんミサイルとミサイルをぶつけるためのね、プロジェクトがありますよね。何兆円突っ込んでるんですか、知ってます。今度グアムに移転しますよね。グアムに転するためにあそこに作る予算のうちの半分ぐらいを日本がね負担するって話あるじゃないですか。どこが受注するか分かりますが、これ日本の政府が決めるんですよ。受注する企業を関与できるんですよ。決めるとまでは言いませんが関与できる。つまり日本の企業がそこで潤うわけですよ。そういうね全く似た構造があるということだと私は。この核の問題の導入時にあったこと、それからその後ね、まあ、ひずみさんが言われたように、導入してその産業が定着するようになると、その産業を手掛けるところがですね大変潤うようになり、既得利権化していくというですね構造があるわけですね。防衛とこの原発というのは非常に似た構造にあるというのも実に示唆的であって、実はその原発の導入というのは初期どういう目的を持っていたのかということですね。平和利用と言いますが、これは潜在的に
原発によって、手に入れていくプルトニウム、核燃料というものをですね、蓄積していくこと、そしてその技術の蓄積をしていくこと、いずれはその潜在的に、核兵器を持ちうる能力を持つんだと、そこが狙いとしてあったのではないか、調べてみるとあったんですね。これは割と初期の文章はあからさまにそういうことを書かれているものも多くて、かつ例えば岸さんなんかははっきりとですね、日本はいろいろな都合で、まあ、核兵器持てないことになっているけれども、でもこういう潜在力というのは将来に、ね、担保しておくんだと、抱え込んでおくんだと、そしてそれがその核兵器を作れるということが抑止力になりうるというようなことを首相時代にね、堂々言ってたりするんですね。そうしたものが腹の中にある。だから原発というのはとてつもなくコストがかかるものです。そして、不合理なものです。だけれども抱え込んでいこうと、それで予算が無天井であると、軍事費ですよね、潜在的に軍事費だということであれば、もうとにかくお金かかったらしょうがないんだということが根っこにあるんじゃないか、こういう指摘、今まだちょっと足りないんですよね、こういう議論が。これは既存メディアの中ではやはりある種の行動があって、どうしても論じないことっていうのはその時でやっぱりあるんですよ。やっぱり論じられなくなってくる。核兵器について、あるいは核について最初にですね、ダメ出しって言いますかね、検閲がかかったケースってご存知でしょうか。1945年、の9月、原爆投下してから間もない、そして無条件降伏して間もない時に、9月に、朝日新聞で、河野一郎さんが、ま、あの幸男さんのおじいさんですね、が、書かれているわけですね。この核の投下というのは、まあ、要するに向こうの民、非戦闘民をですね、無差別に大量虐殺する非人道的な国際法違反の兵器ではないか。考えてみれば当たり前のことですけど、60年、70年、僕らメディアを通じてその前を聞いたことがないですよ。その当然なんです。これを書いた朝日新聞の、書いた河野さん、そして載せた朝日新聞は2日間検閲になりました。発行停止です。で、発行停止です。で、今度こういうことになったら、もう首絞めるよということです。要するにそういうプレスコードがですね、ずっと占領下で行われ、それ占領が終わった後もですね、自主規制の形で今マスメディアを呪縛し続けているという、そういう現実もあるんですね。話を私がしてばっかりじゃいけないんで、すいません、川島さんにもう一回聞きたいんですけれども、我々のこの原発とそれからメディアのおかしさというのをこう根っこを掘っていきますとね、敗戦、そして敗戦後のアメリカの占領、そしてこう非常に巧みな統治、そこで作り上げられた新たなメディアと、そのメディアが既得利権を持って今日まで我々を情報統制している、支配しているという構造を見てくるわけですけれども、なぜヨーロッパでは そこまで同じような、ね、第二次大戦の戦果をありながら支配もあったでしょう。そうしたことから免れているように見えるのか、少なくとも我々ほどにですね、まるでマトリックスの世界に迷い込んで他は見えないように洗脳されているかのような状態にはないのか、もう少し多様な意見がですね届くようになっているのか、耳に、その点はいかがでしょうか。ちょっと歴史的にたどってという形なんですか。まあ、当然お分かりだと思うんですが、そのヨーロッパの状況がとても理想的な状況にあるというわけでは決してないと思います。もちろんヨーロッパにはヨーロッパなりの非常に根本的なさまざまな問題があるわけなんですが、まあ、歴史的な観点からというので言えば、やはり日本ではその民放、先ほどおっしゃったように民放のテレビの導入というのが根本的にその原発というものに対するアレルギーを国民から除去していくというような、そういう方向に働いたというので、まあ、民放の影響がやはり巨大であるということで、ヨーロッパにはその民放の導入が時期的にとても遅かったという、まあ、アメリカ型の基本的に民放というのはアメリカ的なものであり、かつ商業主義的なものであって、その公共の電波にあのようなものを流すのはふさわしくないという理解がかなりヨーロッパでは強かったんですね。だからこそ、ずっとそれに対する抵抗が世界の中で根強く、でかつそれを導入するんであれば、それに対してバランスを取るような形で、その市民メディアというものを
を非営利的なメディアとして確保しなければいけないというような大体コンセンサスがさまざまな国でできているんですね。そのあたりのやっぱり商業主義に対する警戒感というのが、何かを一つ挙げろといえばそのあたりになるのではないかというふうに思います。まあ、そのやっぱりドイツの場合はその国境接したりしてて、やはりきちんと反省しなきゃいけないっていうのはありますよね。例えばドイツには軍にですね、オンブズマン制度なんですね。軍にですよ、軍の中にこうなんか危険なことをやってるとか、いじめがあるとか、そういうことだったらそれオンブズマンがあって、それを言える。つまりそれぐらい軍隊を民主化しようと、いかに社会を民主的に運営していくかとか、こうしていこうかということについての、コンセンサスがあり、努力があるということですよね。それは日本の場合は残念ながらなされてない。私実は広島出身で、8月の6日には必ず学校に行って中断、全校登校みたいですね、原発のことについて習ったわけですけどね。やっぱり原発が悪い、原発というものがひどいということであって、アメリカが段階で原発を投下したことについて、集団虐殺でないかとかね、そういう視点は全くなかったですよね。そういう視点で教育を受けてない、つまりそういう教育をすることは翻って我々自身がやったことについての反省にもつながるわけですよ。中国で同じようなことを、中国の重慶の方で、爆撃をやった、都市爆撃をやったっていうのが、そういう大型爆撃の早期の段階であるわけですが、そういうことも反省しなきゃいけない。その裏返しを結局我々両方やってこなかった。ドイツでは今何ナチスが禁止されているように、やっぱり一定の反省をしているっていうのを聞きたいと思います。はい、分かりました。じゃあそろそろフロアからですね、質問とか受け付けたいと思います。話はだいぶ広い範囲に及びました。ですので本題でなくてもちょっと周辺の質問なんですけどという方でも結構です。どうぞお手を挙げてください。はい、マイクはこれないですかね。もしかないじゃああちらの方が一番早かったんで、方にお願いします。千葉県松戸市で高校の教員してるんです。岩上さんの映像の方は4月、3月します。すいません。ですね、自分で10年ぐらいまでちょっとしばらく原子力とかなんとか勝手に勉強したんですが、事故起こんなきゃ日本はもう変わるわけねえやと思って諦めたら事故が起こったんですが、起こっても変わらないということで、もうちょっとねゆっくりしてずっと6月頃まで少しやったんですけど、最近やってませんが、いくつか自分でニュースやなんか見ててですね、時々俺夢だったのかなとか、俺おかしくなったのかなっていうのがいくつかあります。日本のメディア見てると一つはですね、4号機ですね、初めから2号機と4号機問題だと思ってたんですが、アメリカ軍が4号機のことをずっと心配して、すいません、ずっと昔の話で、4号機に火災炎上して入ったというニュースがあったんですが、朝日とか日経のあれは新聞にありませんけど、ネットの方でもあったんだけど、その後なんか分かんなくなっちゃった。で、日経は消えてた、朝日は残ってたのかな、その話がどうなったのか全然分からないとかですね。あとそれから最近で言えば、6チャンネルでレイオン停止のバカバカしい話ですけど、100度以上が4カ所あると、で、大体100度ちょっとなんですけど、1カ所は 391.6 度、もうちょっとあまり正確にっていうのは6チャンネルの日曜日の番組で1回見たっきり、他でこんなのちゃんともっとちゃんとみんなやってよって思うんだけど、いろいろありますけど、ちょっとくだらないんですけどね、当日っていうか事故当時、例えば官房長官の何さん、その当時の枝野さんの家族はシンガポールでいて、俺見た来たよっていうのは直接じゃなくて感染ですけど聞いたり、これはいいですけどね、どうでも大した問題じゃありませんけど、そういう本当になんかこれ本当にそうなってたのかどうか、記録もいっぱい入れたのでメモリーのどこ入ってるか分かんないみたい
ちょっと今の件、先初めの2件、その4学期の米軍が入ったらどうのこうのって問題、それからもう一つは、その300何度の問題、もう一つだったんですけど、もう一つ、すみません、一番大事なのは私、自分で福島で5月も調べてきたんで、統括機の濃い問題ですね、あれの時に、その風で流れてきた雨降ったら、それも自分でも予想してたんで分かるんですが、一体21日かな、20日か21日かな、何があったのか、まあ、未だに僕は分からないんですね。流れてきたのは分かりますけど、それ、いつ出たやつなの、なんで出たのっていうのが、もし分かった。じゃあ、ひずみさん。ちょっとすみません、あとちょっとだけこれ質問じゃありません、ウランのこと気になってて、ウランのことをなぜみんなニュースなんかでもやってくれないかなと、つまりウラン、その発電所と後の話はよく出ますけど、発電所が持ってくるまでのウランの話、つまり、ウランっていう、要するにね、いくらかかるのって、日本人はほとんどタダだと思ってるんじゃない、だってやらないんだもん、こっちは高いと言ってこっちはいくらなのって、その時に二酸化炭素で何個出るのって、どのくらいの人が被爆してるの、で、いや安いとしてもそれ原爆との関係あるからじゃないのっていうことを、そういう問題含んでると思うんで、ウランの話がでもこれあまり出てこないので気にしてます。以上です。すみません、長くなりました。じゃあ泉さん、答えられるところを。横浮きの問題、ちょっと私はっきり記憶ないのでなんですが、 391.6 度の最近の話はですね、これは私も記者会見の前にいたんですけども、東電側の説明がですね、これは非常に特異な数値であって信頼ができないんだと、つまり全国データも発表してですね、非常に揺れてるんですね。なのでちょっと書きづらかったんではないかなと思うんですね、メディアとしてはね。ただ事実としてはそういう事実があったかもしれないので、そういう事実をするべきだと思うんですね。これまでも何度も信頼性がに問題があると言ってたけれども、後でやっぱりその通りだったみたいなこともあったりしてるわけですから、やっぱりデータをそのまま出すということが重要だと思うんですね。で、21日の話も結局当時2号機だ4号機だなんだかんだっていろいろあって、そこからどこからどう漏れてるかってはっきりしてる中ではあったなと、確かに時期ありましてね。ですからそこについてもきちんと本来どこまで把握できてるのかっていうことの情報は我々はまだ入手できてないというのが実態で、ウランのことについても確かにおっしゃられる通り、さっきも言ったように買い値がいくらでもいくわけですから、その実際に合理的な値段なのか、あるいはそのすでにアメリカとかフランスなんかではその原発周辺の方が健康被害が出てるとかね、そういろんな問題も出ますよね。そういう中でいわゆる通常運転をしているときにどういう被害が起きるのか、どういう、あるいはその他の発電所と比べてどうなのかというのは、やっぱりもっときちんとやっぱりやっていかなければならない、まさに我々がその部分をこれから議論していかなければいけないところかなと思います。どんな質問でもいいですよと申し上げはしましたけれども、一応そのメディアのことということを、メディアとこの原発の事故の報道、そこをメインに質問していただけたらありがたいです。じゃあ川島さんに、川島さん先ほどからドイツのオルタナティブメディアってことをおっしゃっておられるんですけど、具体的に、で特にドイツでは95年から97年以降、その新聞が影響力のある新聞が、要するに電子新聞を併せ持つ、あるいは単独で、増えていったと思うんですけど、でその中で影響力を持つというかモデルになるもの、川島さんはどれを具体的にいくつか例を挙げられるなら、どれを指すのか、この原発問題も含めて取り上げてたっていうのをちょっと見てたんで、川島さんはどれをオルタナティブと指しているのか、それをちょっと具体的にどういう影響力を、ですから緑の党で言うと、確かに80年代ですと、パーシング2や核兵器の問題でも合わせて影響力を持っていったっていうのがありますけど、その一方で98年の U を空爆や、イラン戦争に政権与党の一角として賛成していったのも緑の党ですから、そういう面も含めてちゃんと論評していったオルタナティブ氏があると思うんですけれど、川島さんはそれ具体的にどう見ていて、例えば日本から見てそれがモデルになるとか参考になるというのが具体的に何かというのをちょっと示唆していた、ご教示いただきたいというのが質問内容です。
特に新聞を念頭に置いてらっしゃるということでよろしいでしょうか。私が基本的にはオルタナティブな方向で新聞として一番信頼を受ける、あるいはモデルになるというふうに思うのは、ターゲットサイテムといって、略して立つですね。あれが、力としては一番強い。あれ、ドイツでは基本的に新聞というものは全国紙というのはほとんどなくて、地方ごとに新聞があるんですが、立つというのは、これは全国紙として展開されたもので、同じような原発的な思考を持つ人というのを主な読者ターゲットにして広がっていたものですが、大体そのあたりかなというふうに考えています。はい、できるだけ多くの人に話したいんで、じゃあ目の前の、はい、接種の方、挙手のスピード順ですよ、皆さん待ちかまっていただいて。すいません、埼玉の教員をやっておりますアキラと申します。そのメディアの、ドイツのような、ドイツも不完全だとかっておっしゃってましたけれど、自主とか公開、それから独立性とか、そういった仕組みを作っていくのは、まだ日本はとても弱いと。で、じゃあ日本で我々がどう行動していったらいいのかっていうのを、その核事故との関係で、どう行動していくのかっていうことを、お話しいただければと思います。もちろん私は考えているのは、例えば自治体それぞれでこういろいろなことを議論するだとか、そういう場を設けるとか、そういうローカルなことをやったり、それから核問題で訴訟を起こしたりとか、いろんな形でそのメディアをもう取り込んで変えていくっていうようなことは考えているんですが、それがそれ以外に、我々としてどうやるのかっていうのを問題提起していただければいいかなというふうに思います。これは川島さんへの質問でよろしいですか。はい、どちらでも答えたい人を示していただけたら、お二人の方がいいと思います。はい、以上です。はい、すいません。じゃあ川島さん、そして泉さん、お願いします。すぐ私の方です。私待ってた質問なんですいや、まさにね、ここにいらっしゃる方、あるいはそれだけじゃなくて、日本でその市民運動をされている方たくさんいらっしゃる、ね、ところがそれが伝わらないんですね。結局それによって潰されていく運動というか、でこれがなぜ問題があるかということは、マスメディアのその関われている環境によってマスメディアがきちんと報道ができないということを、今お話ししたわけですね。そうすると皆さんにやっていただきたいことは、それぞれがなさっている活動の 5% から1割ぐらいをマスメディアを変えていくことの運動につなげてほしいんです。つまり国会に陳情なんか行かれるような機会があったら、ついでにですね、このことについても触れてほしいんですよ。民主党は実はね、民主党が政権を取った時にクロスオーナーシップも変えようとした、独立行政権を作ろうとしたんです。これは実際にアクションを取ったんです。ところが我々市民の十分な支えがなかったから、それは官僚側によってですね、完全に潰されたんです。その時にもし市民が盛り上がって10万人100万人の声がわっと、いやそれいいだ、ぜひそれを取り入れるべきだというふうになっていれば、おそらくメディアは変わってたし、もしかしたら原発の今回の備えだってね、不十分だっていうことが報道されるような仕組みにもなってたかもしれないです。ギリギリ茨城県の東海村のね、原発が国が積まなくてもいいんだけど、県がですね、積みませと堤防を言って積みましたことによって、それが数日前に完成したから、地下の予備電源が救われて、本当に数日の単位で、重大な事故を免れたんですね。それと同じようなことがもしかしたら起きてたかもしれないんですよ、我々があの段階でメディアを変えてれば。だからぜひですね、そういう活動を我々もやってますし、
シラスもやってるし、AWG でもやってるし、コムライズというグループもあります。そういうところがどういう情報を発信してるか、そういうところのチラシをですね、持ってですね、ぜひ皆さんが陳情に行くときについでにそれも持っていって、メディアをこう変えてほしいと。それによって我々の活動も変わってくるし、あなた方自身も本当に政治をやろうとしてるんだったらね、変わるはずだよと。ぜひその声が本当に高まればですね、変わると信じてます。今、石井さんがおっしゃったことは、基本的に新しいメディアの法体制づくりをするためにロビー活動を頑張りましょうということだと思うんですが、それに加えて我々が今すぐ個人のレベルでもできることというのは、オルタナティブメディアにお金を出しましょうという、そういうこと。岩上さんとアブラネット TV、そういったオルタナティブなメディアに対してできる限りは寄付をしてお金を、すみません、LPJ も、はい、すみません、もう一つよろしくお願いします。そういうことが、そのオルタナティブなメディアというのが、もちろん被災地にその寄付をして経済的な支援をするということも非常に大切なんですが、そういうオルタナティブなメディアというものも、その我々がその生き延びていくために必要なライフラインであるという、そういう考え方を持って、そこにお金を投資していくという、そういう姿勢が大切かなというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、こちらの今立ってらっしゃる男性の方。今岩上さんに伝えていただいた NPJ の、ひずみさんと一緒にやってる弁護士の代表のあずさと申します。よろしくお願いします。東海村の話が出ましたので、ちょっと一つ付け加えておきたいんですが、実は東海村の村長が、この村を、原発交付金をもらわない姿勢でやっていきたいということを言ったのに注目して、インタビューに行ったんですね。で、驚いたんですが、あの 3.12 から1週間の間に3日間危機的な状態になって、もしかしたら福島原発と同じ状態になったと。外部電源が全部やられて一発だけディーゼルエンジンが助かったと。で、ひずみさんがおっしゃったように、堤防は積み増しされて助かりましたが、その堤防、積み増しされた堤防の下70センチまで来てたんです。あそこは東京から100キロで、水戸から、20キロなんですね。で、彼はこういうふうに言ってました。東海村の村長は、村上達也さんは、福島の人たちは足裏のごとく怒れ、全てを失ったんだ、なんで足裏のごとく怒らないんだ、町村長は何しとるんだ、私は原発交付金をもらわない村を作り出すと言っている、その立地自治体の村長としては極めて稀な人だから、岩上さんのところでもね、ぜひインタビューやってもらいたい。全国の自治体の町村長がね、つまり彼はね、こういうことなんですよ。政治家というのは村民を守るのが使命だと。 JCO のあの事故の時もね、逃がしたんですよね、バッと。ならば政治家も、僕は枝野さんにも、その今の土壌にも言いたいんだけども、政治家とは何のためだったんですか。民を守るためでしょ。ならば、それを、そういうね、ことをやってる村上達也村長をガンガン取り上げていただきたい。岩見さんもお願いいたします。わかりました。それでは、皆さん、カンパを NPJ にもお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。村上達也さん、覚えました、メモしました。早速、コンタクト取りたいと思います。一言だけ、実際そのローカルのメディアも含めてです、メディア現実上どうなってんだ、なんで阿修羅のごとく行かれないのかという話、実際昨日聞いたばっかりの話ですけれども、福島県のコミュニティラジオの放送局をやってらる社長さんが昨日ナビバッキー協会にいらっしゃってした話です。今ですね、その被災直後、山下さんの講演などを一生懸命流してたんですよ、そのラジオは。それがやるべき務めだと思って。ところが矢ヶ崎さんの講演等々を聞いて、自分たちは180度間違えてたということに気がつくわけですね。ところが今また福島郡山ではですね、原発、ここで今やってるコンテンツ流せません。311に向けてどこでもかしこでもですね、イベントをやろうとしてホールを押さえますね。福島県では
主要なイベントホール脱原発のためには貸さないんです。抑えられていて、そしてそういうローカルコンテンツの番組に対してですね、紐付きでどんどんお金が投下されていてですね、除染して県内に戻ってくるための番組、あるいは原発を再稼働するということに基本的に、OK という人が出てくる番組、個々の、いろいろな御用学者のような人たちですね、ああいう人たちをこうセットでどうぞこの番組に入れるんだらこれ出すからねっていう気持ちが始まってます。これスポンサーとそれから行政が一体になって、逆にもし脱原発うんぬんということであればお金が出ないだけではなく睨まれます。いろいろな不利益を被ってます。今あからさまのそういう統制が行われています。そういう中なんで、一切東電からお金をもらってない IWJ としては守りたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。で質問、はい、手を挙げて、はい、じゃあ、あちらの方が早かったです。一番後ろの方、あのオレンジの服着られてる方。これはどなたに質問？あ、そうですか。マスコミの方に代わっていただきたいと言ってもですね、まあ、なかなかこれはですね、難しいと思うんですよ。常津さんに話してもですね、読売に変わるわけではないと思いますのでね、やっぱり僕は、あとお話をするんだったら、別根さんにお話ししなくちゃしょうがないんだろうなと思います。じゃあ別根さんが私2時間割いてですね、それで私が話終わった時に彼は、わあ、おっしゃる通りだ、変えよう、明日からやめようって言うかと、言うわけないじゃないですか、どう考えたって。で、マスコミを変えようというのも僕は不可能だと思ってます。というかそれは他人を変えようというのは無理なんですよ、もともとね。で、そういうシステムで生きちゃってるんで、だからまあ人を変えようというですね、傲慢なことを考えるのはやめようと私ある時から思いましてですね、まあ、買わないようにしようということだけはまあ徹底しようと思ってます。読売の記事、役に立つ記事ってありますよ、ネットで広められます。購読さえしなきゃいいわけで、それが一番いいことだなと思うんですね。それはもう他のこともみんなそうです。もちろんまともな新聞になっていくんだったら応援しようと思いますよ。いつでも変わってくださいと思いますけれども、でも変えるための労力があまりに徒労です。それよりは別のメディアを作り出していくってことがやっぱり重要だろうと思います。というのは非常にこの1年間実感してます。というのは自分がやりだしますよね。そして
まあ小出さんとか例えばインタビュー行きました、小出さん本当になんか世に忘れられたような人みたいな状態だったんですけど、何ヶ月か経った他の目で出てきて、まあ、大スターみたいな感じにやはりなってきました。そうしたあの世に、まあ、まだ正当に評価されてない人をピックアップしていく、僕らのメディアだけじゃ足りないかもしれないけど、僕らのメディアが取り上げることによって他のメディアが取り上げざるを得なくなっていく、そういう効果というのは必ずあるんですね。でそれは巡り巡ってメディア環境を変えていってるだろうと思ってますから、3ヶ月遅れで出るんでいいんじゃないかなと、地上ではね、というふうに思います。他にもまあいろいろ変わっていくだろうと思うことはありますけれど、まあまあそれ時間がなくなっていくんで、できることとしては自分たちで発信することですね。我々のようにオルタナティブメディアをこう支えていただけるというのはすっごくありがたいと思ってます。また支えていただける方、さまざまなボランティアの方もいます。それによって僕らが成り立っている部分もあります。加えて皆さんは Twitter、Facebook、あるいはブログを日常的に使えるということ、あるいはどんな場所にいてもユーストリームやることができるとか、ニコ動でもツイキャスもできるということはですね、どんな場所でも放送局になり得て新聞を作れてみたいなことと変わらないんですよ。それは大変な力だと思います。でもちろん玉石混交で一生が多いとしてもですね、そうした市民の発信力というもの、市民が情報の主権者であるということ、情報の民主化のための主人公であるということを自覚するということは最も重要なことではないかなというふうに思います。はい、あ、じゃあごめんなさい、じゃあ、はい、あちらの女性の方。今のお話ともちょっと関連するかもしれないんですが、私はもう FM 局で働いておりまして、まあ、どちらかというとメディアの中の人間に当たるんですけれども、中にいながらも非常に葛藤を感じているところもあって、まあ、ぜひ中にいる人間に期待することとか、何かこう中にいながらできることとかも教えていただきたいなと。誰に回答をする？あ、誰も答えただけ。ひずみさんと私。じゃあひずみさん。中にできること。はい。いや、私はね、さっき与富さんは、まあ、変えるのは難しいって言ったんですけど、私は変えることにこだわりたいんですよ。変えられるということを信じながら、とりあえずはまずこれをする。だけど長期的なビジョンって常に必要で、何十年後にはどうなってるっていうビジョンが必要なんです。内部的にね。まあ、ショートスパンの話は岩上さんからされてる、ロングスパンって話をすると、ドイツにはあるいは韓国には内部的な事業を確保するために経営層と争うためのチャイス組織があるし、仕組みがあるんです。韓国なんてほんの何十年、十数年前は軍事政権ですよ。それがそういう組織を持ってるんですよ。日本でなぜできないんですか？それは市民の声を上げないからですよ。そういうものがあるというと海外から学び取らないからですよ。それをしないでおいてですよ、で変わらないっていうには私はそれは納得いかない。それはきちんと調べて海外ではどういう努力をしているのか、労働組合とかその何でね、仲間を作ってみんなで検討して少しずつでもいいから、そういう議論を広げていくことですよ。それは長期的に必要なことだと思います。まあ、はい、内部でね、じくじたる思いを抱いて日々悶々として働いてらっしゃる方いっぱいいます。実は中継市民というのでね、いっぺんにこう中継する作業をするときに、現役のテレビ局員がボランティアに来てるんですよ。どこそこの何という局の報道部の人間がですね、我々郵送ボランティアただでしに来てるんですね。そういうことも現状としてはあります。だから本当に苦しい気持ちで皆さん現場で働いてるというのはあるんですね。で、変えるためにはですね、今ひずみさんは市民の力だというふうにおっしゃいました。同時にやっぱり内部の人の働いている人の声の上げ方だと思います。ただしそれがそう簡単でないのはよくわかります。でもね、内部で働いている方は一生に一回使える切符あるんですよ。クビになっても構わないでものを言うと、一回ぐらいやめましょうよ会社なんて。で
やめましょう。え？そんなタイミングで、そんなタイミングですか。ちょっと面白すぎるんですけど、はい。まあとにかく会社を一回辞めましょう。で辞めるとき有効に辞めましょうよ。だから辞めるんで辞めるつもりだったら相当なことできますよ。相当に粘って相当に抗って相当なことをやってもうお前は辞めさせるしかないなと言われて辞めましょうよ。矢つき玉ね、尽きてボロボロになるまで葛藤してそれでクビになりましょうよ。その時は気持ちいいですよきっと。晴れて辞めた時にはやっぱりそういう一回ある切符を、ね、自分の手元にあるこのなんていうゴールデンチケットを使ってどんだけ惚れてやろうかなと思うのはサラリーマンとしては最高の醍醐味じゃないですか。俺はねメディアの中だけじゃないです。今いろいろな企業で働かれてる方その中でもくっそ俺が知ってることこれ内部告発したらえらいことなんだけどなと言ってもやってください。そしてそれを1回は辞めれるんだという気持ちでですねその1回の使える行使できる素敵なチケットを人生の中でどこのタイミングで炸裂させて自分のドラマを作るかということについて日々ね皆さんやっていただければと思います。大丈夫です。辞めてもなんとかなります。私はいい見本です。孫ぐらい作れますから大丈夫です。はい、ということで、もう終わりですね。終わり？ちょっとごめんなさい、目が悪くて見えない。終わりですね。どうでしょうか。ごめんなさい、ということで、すいません、至らない司会で大変恐縮でしたが、タイトルをまだ覚えてない。日本のメディアはなぜ事実を伝えないのか。そうですね、クビになる覚悟がないからなんですよ。クビになる覚悟を持って皆さん生きていきましょう。はい、どうもありがとうございました。宮城さん、そして、川島さん、お二人に、よろしくお願いしたいと思います。企画のアウトランド TV の代表白石がおりませんで留守番の理事の松浦が皆さんにご案内申し上げます。今登場いただきました日詰和夫さん、今著書が発売されるということですいませんタイトルだけ告知いただけませんでしょうか。今度今度の原発会見原発会見、はい、検証原発会見、政府東電はいかに嘘をついたかみたいな。ごめんなさい、今予約中が、はい、予約中ということでございます。あと川島さんの本、これですね、コミュニティメディアの未来、はい、東洋書房からコミュニティメディアの未来もぜひよろしくお願いします。岩田さんもありがとうございました。お約束で、隣の方と、セッションが終わった後にディスカッションをしていただくというのが45秒ずつというのがございます。最初にトークをなさったお相手の方と、セッションが終わった後どうだったかという感想をちょっと交換していただいて、入場の時にパンフレットの中に挟まれておりました、付箋があるんですけれども、その付箋にですね、キーワードを一つ書いていただいて3階にございます交流広場海の見える交流広場の方にその付箋を貼り切っていただけますでしょうか。どうぞご参加の皆様、お隣の方とご感想を交換してくださってくださいませ。お願いいたします。もし付箋を他の会場で使ってしまったという方、ない方いらっしゃいましたらこちらにございますので